もう一度いきますよ。で、スローパスを通ったらそういう波形になるよということです。はい。でも、我々は普段ファーストパスを通ってますね。ファーストパスを通ってます。じゃあ行きましょう。先ほどの PAC の話になります。PAC。はい。まず、一度刺激を通ってしまうと、正常なね、波形で刺激を通ってしまうと、先ほどの言ったように、ね、ファーストパスを通って戻ってくるんですけども、ここでスローパスで通ってきたのと打ち消し合うので、打ち消し合うので、刺激はですね、もう上には上がっていきません。はい。ここで止まります。で、下にはファーストパスを通った時間で、下には流れていくというようですね。でも一度こっちも刺激を通し始めた、通ったということで、不応期になります。はい。一度、不応期になります。はい、準備期間は必要です。信号で言ったら赤色になります。通しませんよって。ちょっと待ってって準備しますよって。次回復するまで待ってくださいということですね。不応期に入るということですね。不応期に入るとですね、はい。一瞬早く、スローパスウェイの方が先にこの不応期から回復してしまいます。回復します。その時に PAC がポーンと入ると、先ほどのね、一度の防止ブロックみたいな波形になるわけですよ。ここをゆっくりとスローパスウェイ通ってしまうから。PSVP、超合点でした。本当にすごいですと称賛されたセミナーで、頻脈に困らなくなります。こちらのセミナーが書籍になりました。 Amazon で購入することができます。この書籍にはセミナー動画がついており、こちらの QR コードから読み取り、何回でもご視聴いただけます。ここからお得情報です。谷口総司ホームページから書籍価格の 30% オフでこのセミナー動画をご視聴いただけます。詳細は説明欄をお読みください。このセミナーのゴールです。この PSVT をですね、理解する、これはもう当然です。どういうレベルで理解するか、上質頻拍ですね、説明できる人になると。はい。まずですね、数で分解します。次に図を使って分解していきます。それで、今度は描いて分解していきます。で、この PSVT を理解する。それがですね、今回のセミナー。まず今日ですね、PSVT というものをやるんですが、実はですね、PSVT という不正確はありません。PSVT というのはですね、ただ単に名前です。心電図を読めるようになるためのセミナーの、谷口総司のセミナー、心電図のセミナーを受けたことある方をですね、対象としておりますので、そこはですね、基本的なところは今日はやっていきません。今日はこの PSVT に関してやっていきますので、もしですね、まだ谷口総司のセミナーを受けたことないよ、不正確、特に不正確ですね、受けたことないよと言われる方はですね、こちらもですね、してみてください。 SVT 何種類か、3種類です。 AT、AVNRT、AVRT、 この3種類なんですよ。 AT と言われるものは臨床で出る確率 10% です。 AVNRT どのくらいの頻度で出ますかというと 50%、 そして AVRT に関しては 40% 出ると。 AVNRT と AVRT でですね、 90% 占めるわけですよ。 PSVT と言われたら AVNRT と AVRT をこの頭に連想できれば、もうそれで、はい、臨床では十分やっていけると思います。やるポイントとしては、ここをやっていけばいいんです。心電図が得意な方、確率としては2分の1なんです。作れるみたいな。さらに図で分解していくと、この図が出てきました。これですね、実は、この方が書かれてます。医療系クリエイター、酒井。図で分解すると、こういうイメージになります。はい。これもあります。AVNRT は、ね、これもあります。AVNRT は大きく回りますよ。これが、この図で分解した形になります。描いて分解していきましょうと。AT ですね。これが心房頻拍と。PSVT はですね、ハートレートが160から250ぐらいなんだよ。回路同じ速度で回るので、RR 間隔はレギュラーになるんだよ。上質性なので、PRS の幅も狭いよ。そして、発作的に起こるものを PSVT と。はい、それではこれからですね、描いていきますので、ペンの準備は大丈夫です。AT の話はここで終わりになります。ここから本題に入っていきます。いきますよ。AVNRT って一体何ですかということは、先ほど言った、防湿結節リントリ性頻拍です。今度は防湿結節の話です。はい。ぐるんと来て、両方回す。はい。ぐるんと上がる。ぐるんと来る。こうなりますね。はい。これは、不応期が、不応期があるんですけども、不応期がね、来た時にですね、不応期からですね、出してしまうんですよ。これが続くと、AVNRT になるということですね。こういう二つの場合があるんですけども、数的に言うと、こっちの方がですね、もう 90% 以上占めてしまうので、もうほぼこれだと思っていただいて構いません。スローファーストの場合です。防湿リエントリー性頻拍。ここで、ぐるぐる回ってしまうと。これが順方向です。はい。この検討速を通って順方向に回りますよ。ということなんですね。じゃあ、ここで心電図を描いてみましょう。これが分かったら心電図どうなるかということですね。これが問題の8です。問題の8。逆行線です。はい。検討速を逆に通った時。じゃあ、この時にですよ。この時に、これが成立した時に、どういう波形になりますか？さっきと違いますよ、今度は。このデルタ波を持っている心電図。これ特徴的ですね。これが WPW 症候群と。そうですよね。PSVT を読もう。そういう努力はですね、もうやめてください。はい。ここまで来て、もうどんでん返ししますけども、やめてください。言いましたよね。不整脈で一番大切なことは何ですか？
これ、ここで言ってます。不整脈を読むので一番大切なこと。これはですね、窒息不整脈を見逃さないってことなんですよ。わからないものを全部 PSVT って言ってました。その通りなんです。結局、結果論なんです、PSVT がどうか。